のミスからの失点で、ね、リードをされていますので、富山としてはしっかり作りたいですよね、はい、ガドソンドライブ、伊藤からエドゥ、あ、来ました、ね、上田3ポイント、はい、いやーいいですね、はい、落ちてリバウンドは伊藤が絡んで水戸、小野龍も3ポイント来た、ナイス、伊藤、うん、ただ川崎守り戻り早いですね、伊藤ジャンパー決めた、よく決めた、これで同点、アレに走って篠山へ逆サイド、飯田スリーポイント、そして前か上からロックアレンでした、エビアン、今のうちにスリーも打ってますから、はい、中のリバウンドをマークしっかり確認できてないですよね、ここリバウンド、はい、ロックアレンでした、そうですね、まあ、ブバ選手に対してまたスイッチしてますからね、ヒース選手からヒースです、ヒースゴールした、バックカウント、まあ、トロイ選手も、ね、フィジカルある方だと思うんですけど、やっぱりヒース選手の高さありますよね、はい、そして長谷川スリーポイント落ちてバジーカス、いやバジーカスがシュートは決めました、素晴らしい、最後バジーカスが決めて、ここもカウントということになって、ここはアウトナンバーにできますよ、アウトナンバーエドゥブバへ、ブバ決めました、バスケットカウント、ここは触れませんでしたね、でブバに対して飯田のファール、うん、ボールはブバです、ダブルチームいった、逆サイド小野スリーポイント、小野選手タッチいいですね、はい、今日3つ目のスリーポイントを成功させています、篠山は逆にスリーポイント成功、いやウィンブッシュスリーポイント、お決めた、高橋トト、うん、スリーポイント伊藤、そうですね、この形ですよね、今のいい形でした、ウィンブッシュが来る、もう一度ファジーカス、今度は藤井か、入れ替わりながらウィンブッシュ選手をオープンにしようとしてますね、ファジーカス決めた、かなり簡単に決めて、藤井に戻す、8秒、藤井スリーポイント、いやー見事沈めてきました、素晴らしい、そしてこのスクリーンを使いながら、ね、藤井のスリーポイントでした、中津選手健闘を称え合ってゲームをここで終えています、ここでタイムアップ、第3節のゲーム2です。